がいや。ワードなんですけれども、はい、ちゃんと座ってもらっていい？はい。いや、なんでかって言われたら、椅子に。逆逆でもないよ。逆逆でもない。はい、このゲームはですね、それぞれにテーマを与えていきます。はい、で、一人だけ違うテーマがありますので、うん、その人はウルフで、はい、他4人は同じテーマなので、まあ、市民として、この1人ウルフが誰かを当てていくというゲームです、ね。まあ、4分間フリートークがありますので、まあ、その中で、この人がウルフなんじゃないかなとか、自分ウルフかもなっていうのを探っていただいて、はい、当てていくというゲームでございます。はい、はい、じゃあ早速、はい、お題からいきたいと思います。はい、はい、もうこれね、ドキドキするね。ドキドキしますね。はい、覚えた。見ます？なんでか。ダメよ。ダメ。なんかうどんちゃんの場合見せてもゲーム成り立ちそう。偶然会って、あ、そう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 、あ
挨拶というか、まあ、ちょっとお話しゃべりするよね。しないしますよね。いや、見かけただけで私はしないな、しない。あ、でもな、好き嫌いがある。好き嫌いなんかもう構えちゃう。嫌いなわけじゃないですよ。はい、はい、嫌いって言われるかな。好き嫌いとかも構えちゃうとか。あ、構え、そうそうそう、みんな緊張する。昔はいろんな構えとかあったりする。なんかそのイメージの人と今のイメージの人が多分世代によって変わるよね。はい、ああ、ね、そうだそうだ。自分はそうですね、すごいの前に面白いが先に感じます。確かに面白いではある。萌え子ちゃんね、が生まれた時、はい、でももう今でしょ、うん、今でしょ、そうだ、マジでしょ。あの一発ギャグの今でしょじゃない。そんな受けますかな。この人とローラが一緒に喋ってる動画を見て面白いなと思いました。ーローラ、ここはちょっと、そこは存じ上げないでしょ。あ、はい、時間になりました。はい、4分経ちました。大丈夫かな。はい、あ、でも決まりました。そうね、うん、じゃあ指さしますか。はい、いきます、せーの。うどんちゃんは、もう一個、あと全員うどんちゃんかな。うどんちゃん4票でいい。そうだ、前のめりで指さった。票数増えないから。ちなみに自分、まあまあ、自分が実はウルフなんじゃないかなと思ってる人います？挙手で。いない？私かな。他はいない？他はいない。じゃあちなみに、じゃあうどんちゃんのお題はブルドッグ。なんでみんな尊敬みたいな。え、周りはさ、なんとなく周りは誰なんか誰だと思ってる。周りのお題は人間だよね。みんなこれ人間だよね。明らかに自分なんでだろう。喋る、いや喋るけど。昔のイメージと今のイメージ違うよねとか。はい、
視点横。横だね。まあ、ちなみにうどんちゃんの負けです。はい、具志堅用高とか。ここで話してて違和感感じなかったんですけど、最初は感じなかったけど、だんだんなんかみんなが人みたいな。絶対人って言ったから、会社に会ったことあるの時点で、もうブルドッグに会ったことあるとか言わないでしょ。でもないのかなと思ったけど、ほら、あのちょっと特殊な種類だから、うわうわうわ、ニグライジージーとか、苦手な人もいるかな。だから苦手な人もいるし、なんかちょっとあれかなと、自分で苦手じゃなかったから、仕事でしか会ったことない。だから犬のロケとか。俺たちちょっと苦手な人って言われた瞬間、ちょっと凍りつきそうなんです。苦手な人って言ったら、いや、それはないでしょ。何で気づいたの？一番その。なんか誰かが人って言った。ああ、じゃあ。ワードで、あの人って言ったら、あの一番最初の質問で言ってましたよ。あ、そうだったっけ。この人に会ったことあるって言ったの。でもこれもなんか例えかなって言ったでしょ。あの、そんな質問だったら、物だとか人に例えてるっていう。なんかこの、ね、ワードウルフの傾向としてもテーマが似てるというか、ほら、具志堅用高さんだったらもう一人はこの有名人、この沖縄の有名人とかかなと思ったわけよ。この場合は、あの具志堅用高さん飼っているブルドッグのブスマンっていう。買ってます。なるほどね。あ、だからあれなんだ。そうか、家族なんだね。どういう拍手をしたの。あ、だからちょっと途中でうんって思って、だからみんなが結構じゃ早いな。なんか一瞬でこの顔この顔見せるからさ、バレるよもう。俺身軽な感じって言われた時に曲がるわ。身軽で見せる。いろいろキャラがあるって言った時に、いろいろって言ったから、具志堅用高さんこの一人のこのキャラクターじゃねえかと思って、もしかしたらなんか他のね芸人さんとか、なるほど、ちょっと最初思った、最初ね、いやいろいろキャラがあるね、ブルドッグもなんかない、ちょっと途中から自分かなと思ったけど、萌子ちゃんなんかめっちゃかめっちゃからこと言ったから、ちょっとワンちゃん萌子萌えちゃうかなって、いやいやなるほどなるほど。ということで、はい、まあね、まさかそこで引っかかると思わなかったから、みんな涙流してる。申し訳ない。はい、ということで今回当てられたうどんちゃんウルフの負けということで、はい、また次回もやっていきたいと思います。はい、はい、この動画がいいと思った方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、せーの、したいよ。